ちょっと前に休養をいたしまして、短距離走だったんですよね。考え方が頑張りすぎた人生を。営みにね、いろいろありますわ。それは変わりましたね。だからお休みさせていただいて。ゆいかのラジオ、よし。こんにちは、こんばんは。ゆいかのラジオ、元カレアゆいかです。ご無沙汰してます。久しぶりすぎて何どんな感じだったか。皆様ご心配おかけしましたが、元気になりました。自宅で撮った YouTube いつぶりかなと思ったら8ヶ月も経ってた。ちょっと前に休養をいたしまして、元気になってくださいとか、大丈夫ですかとか、いろんな励ましをいただいて、元気にやってますよっていうのをお知らせしようと思います。ということで、今日やろうと思ってるのは、じゃじゃーん、おー、いいじゃん。じゃーん、ほうとう。ほうとう研究所の海鮮ほうとう。なんかさ、やっぱりさ、元気なんだけど回復食的な美味しいものを食べようと思って買いました。私 TBS ラジオでラジオのパーソナリティをしてるんですけど、それで去年の冬にこの海鮮ほうとうを作ったのが、もう私のほうとう史上ナンバーワン。それでどうしても食べたくて、このほうとう研究所を選びました。そう、私ね、体調を崩してあんま食べらんなくなったんです。まあ、あんま食べらんないって言っても、普通に成人女性ぐらいは食べられるって言ったら、マネージャーに、それ健康です、大丈夫ですって言われた。ということで作ります。鍋にお湯を入れます。だし汁に麺を半分の長さに切り、ほぐしながら12分煮込んでください。麺がある程度柔らかくなってきたら、お好みの具材と天ぷらの味噌を入れ。ってことは、私の思ってる作り方と違った。なんかほら、うどんとかって先に具材ね、茹でるじゃないですか。で、できたら麺がいいんでしょ。じゃなくて、ほうとうが先なんだ。ほうとう、これ本当って言ったのねこれ2人前なのよ。それでこれ2人前の麺なの。2人前作んなきゃいけないね。ゆいかのラジオ見てる人は、いや、ゆいかちゃんってラーメン2杯食べるじゃん、おまけに白米いっちゃうじゃんって思うでしょう。本当に食べれなくなったの。本当だよだからお腹すいた。和風だし入れます。何でもいいって書いてあったから何でもいい入れちゃうよ。そして沸いたら切った包丁の麺を入れます。ねえ、これ別に包丁で切んなくてだって今さ、こうやってやっただけでさ、ほらね。でお前、豚肉引きちぎった時にカズさんがすっごい凶暴な効果をつけたからな。じゃあこれぐらいにします。12分煮込んでください。はい、そうしました。おー、いい感じ、いい感じ。で、白菜切ります。人参切ります。皮付きで食べます。そして、見て、じゃーん、面白くない？このかぼちゃ、母の知り合いの畑やってる人が無農薬で育てたんですって。不思議な色のかぼちゃ、私と似てるね。かぼちゃって変に緊張するんだよな。怖え、これ見てる人もっと怖いだろうな。おい、と、うー、すーごい汗かいた。わー、見て、めっちゃかわいい。いいぞいいぞゆいちゃん、いいぞいいぞゆいちゃん、えい。なんかさ、もうこんなにさ、もう麺がハニャハニャになっちゃっててさ、今すぐ具材を入れたいんだけど、そういう感じじゃないんだね。12分待つのが大事なんだね、これ。充電が間に合わない気がする。いや、久々に YouTube 準備して、なんかこう
こんな感じだったかって。さっきからすごく張り付くんだけど、私がいけないよね、きっと。もっと、もっと、ほうとうと向き合わなきゃいけないんだよ、多分これきっと。でもね、思ったの。なんか、お休みさせていただいて、みんなに心配かけてさ、関係各社にめちゃめちゃ迷惑かけてさ、申し訳なかったよ。けどね、思ったんだけど、なんか、頑張りすぎた。人生を。なんか向き合いが足りないって思ったけど、いいんだよ、それで。よんなよんなよ。今までさ、頑張ってくださいって言われることはめっちゃ多かったんだけど、ゆっくりしてくださいってすごい言ってもらったの。ゆっくりしていいんだ、みたいな。あとなんかね、人生長いんですから、とか。あと人生長いってあんまり考えたことなくて、例えば今は日曜日にラジオなんですけど、生放送ラジオだから、私にとってもその日曜がさ、指針なわけですよ、1週間の。日曜に向かって走ってる。で、日曜があったら、ああ、1週間あった、みたいな。っていう繰り返しなんだけど、もう、とにかく、今週、このワンクールみたいなさ、短距離走だったんですよね、考え方が。生き方全部が。だから、そのね、SNS とかにコメントくださった人が、まだまだ、人生長いです。すごい伸びちゃったよ。充電は途中で切れたね。なんか話してたね。ごめんよ。そしてそのもう一回充電をセッティングして、カメラセッティングしたら、すっごい勢いでね、音がね、吸水していった。そして汁がなくなった。そしてほうとうは伸びていった。なんかうどんの回思い出すわ。お水足そうか、とりあえずね。これそれでも、ボクボク行ってっから行っちゃうぜ。しめじだらだらだ。これで蓋を閉めます。バン。なんか思ったんだけど違う気がする、作り方。だってさ、お好みの具材と添付の味噌を入れ、2分煮込めば完成ですだよ。でもさ、かぼちゃが2分で火通るわけなくない？本当は分かんないけど、多分麺やりつつ、具も、火入れましょうっていう。騙された。早く、かぼちゃ。もう、何が、ほうとうといえばかぼちゃだよ。めっちゃ入れちゃったよ、かぼちゃ。急いで。ほうとうのために急いで。ほうとうに急いで。本当にってことね。だから、そう、こういう風に思い詰めるのやめようって思った。やめてないけどなんか話してたな。ゆっくり、そうだ、ゆっくりした方がいいって言われたんだよね。そういうね、アドバイスがね、アドバイス、メッセージがすごい嬉しかった。変わりましたね。だからお休みさせていただいて、すごいみんなに迷惑かけたけどさ、休ませてもらってよかった。なんかちょっと生きるの楽になった。そんなにすごくしんどいわけじゃないけど、でも営みにね、いろいろありますわ。それはそれは、いろんなことが。今の自分気に入ってますね。もういい？ダメ？ああ、私が何をこんな言ってるかっていうと、下にめちゃ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 ほうとうがくっつくの。かぼちゃの火通ってる具合ってどんな感じ？え、かぼちゃってこんな刺さんないの？生です。すっごいこと考えたんだけど、やっていい？あのさ、これ今一緒にさ、ほうとうも共にずっとエンドレスで見てるわけじゃん。おー、美味しそう。あっち。でもさ、熱い。これさ、やめた方がいいと思うわけ。ほうとうを救出する。どう？この作戦めっちゃいいと思うんだけど。ほら、もうほうとうはもうクライマックスを迎えているよ。もうね、ごめんなさいね、こんな。てん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 、あー、てるるてるる。ね、トップガン見た？最高だったよね。最高だったよ。めっちゃ良かったよ。めちゃくちゃ感動した。私はもうトム・クルーズになりたいと思ったね。この作戦良くない？本当に天才だと思うんだけど。私だってさ、具が無理だったらさ、救えばいい話じゃん。なんかだいぶくっついてる。なんかほうとう少なくない？もうちょっとあったよね。本当に手間がかかるやつなんだから。
今回うまくいくと思ったんだけどな。すごい簡単な、何のトラブルもなくいくと思ったんだけどな。今年さ、はあ、見た今の刺さり具合。え、急に火が通ってる気がする。戻します。何だったの今のトムクルーズ。私せっかくユイクルーズやったのに何だったんだろうマジで。で、これを入れればいいんですか。おー溶かれてる味噌って感じだね。うわー、おいしそう。おー、良いではないか。美味しそう。でもすっごい焦げ臭い。でも見た目はいいね。完成。じゃーん、できたよ。それではいただきます。海鮮包丁だからだ。魚介エキスって書いてある。だからだ。私今日さ、野菜しか入れてなくてさ、もっといろんなもん入れればよかったって言ったけどさ、目つぶって食べたらカニがいる、エビも、サバとかいろいろいる。おいしい。来月ね、ライブすんの。そう、歌うんです。そのためにもね、いっぱい食べて体力つけないと。なんかね、そのね、皆さんが SNS でコメントをさ、くれるわけ。元気になりましたかとか、お大事にとかいう中でね、ご飯食べてますかっていうメッセージも結構多かったの。だから、食べてるよ。祖母の妹さんが山梨にお住まいだったから、結構ほうとうはね、思い出の味なんですよ。だからほうとうはね、ずっと近いの、我が家にとって。熱い。ご飯食べよう。ちょっとだいぶ小さめのご飯。女性らしいでしょこのご飯ね。魚介ってやっぱすごいね。やっぱり私が惚れただけあるな、こんな味は。さすが寒いところのね、食べ物だ。すごいあったかい。あー、美味しかった。あー、元気になった。ほうとう、おすすめです。ごちそうさまでした。このほうとうは明日の朝ちゃんと美味しくいただきます。前の私だったらね、これぐらいだったら全部食べちゃったけど。ということで、私はリセットされましたので、お休みしたらね、なんかね、まっさらになった。そんな気持ちで、日々ゆっくりしていこうと思います。この動画がいいと思ってくださった方は、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。ほうとう、ほうとうに美味しかったよ。またねー。